とかあれば、なんか中古ショップとかで普通に1000円もせず、多分ね、青の球状態だったら500円ぐらいで買えるから。そう。でさ、DS? 任天堂 DS がさ、あの、箱とか説明書なしで2000円で売ってたんだよね、ハードブに。そんな安いのって思って。そう。あの、任天堂 DS2000 円で売ってるから、今。普通にゲームボーイアドバンス SP とかより安い。なぜかね、あの、昔の、すげえ弁当箱みたいな DS あったじゃん。あれマジクソ安いから、ぜひやってみてください。もう本当にちょっと、まあ、今の時間ちょっとハードオフはやってない、ハードオフとかやってないかもしれないけど、ゲオとかね。ゲオとかハードオフ空いてる時にぜひ行ってみてね。うん。探してみてはいかがでしょうか。まあ、なんか、DS ライトとかだとちょっと多分高いけど。来た、エアムド。貼らせてもらうぜ。青の救助隊。中古で300円か。安いな。安いのにこんな面白いんだぜ。未だに俺ができるレベルには面白いよ。少なくともね。そうだから、青の救助隊。まあ、空の探検隊はね、だいたい1000円ぐらいかな。約。ちょっと高い、空の探検隊は、さすがに。やっぱり、うん、まあ、比較的新しいし、名作だしな。時間かかりすぎだよ。眠り耐性があれば、もうちょいサクサク倒せるんだけどな。まあ、怠けてる分、連撃、ああ、ちょっとめんどくさい、これは。え、これ、ちなみに歩いた分も経験値入んの？うわ、歩いた分も経験値入るわ。ちょっと、なんか、この状態でやろうかな。まあまあ、半分くらいまで食らっても大丈夫でしょ。なんか、そういうことやってるとね、急に死ぬんだよね。なんか、意味わからん攻撃で。え、でも、さすがにここら辺の敵は意味わからん攻撃してこないだろ。ちょっとこの、歩きの経験値も最大までもらうべ。ストイックに。ほんとストイックに。マジで今回一発クリアを目指してるから、うん、ちょっとクリアしていきたいとこですね。ちょっと、まあさすがにもうちょい歩けるかな、うん、残り HP40 くらいまで歩いてもいいと思うんだよね。チャレンジャーだね。あと5経験値ちゃんと1ずつ入るから、まあそんな 1ちょっとあれしただけで全然変わるかって話だけどね。まあ大きなリンゴ節約になるから。おい、だね、アムド。これスプーン曲げじゃった、これさ、スプーン曲げで経験値って上がんのかな。あー、違え、こいつ鋭い目だからスプーン曲げ効かないんだった、ごめんなさい。もうなんかさっき自分で言ったことを全て忘れてたわ、すいません。そういえばそうだったわ、スプーン曲げじゃあれでしたね。エアムド鋭い、特性鋭い目なんて効かないですね。自分の身を削ることによって経験値を稼いでいくという、気持ちよさで強くなる。エクスタシーファイター。エクスタシーファイターズ。フーディンと呼んでください。よろしくお願いします。やめとこう。今のはちょっと悪ノリが過ぎましたね。もうちょっとやめときます。俺 YouTube では下ネタ言わないって決めてるから。いや、なんか、まるでニコ動では下ネタ言ってんのかって感じだけど、別に言ってないです。そういう日もある。うん。ある。ポッポで清らかな森を制覇した神動画が。え、ポッポってどうなの？使い勝手的には。なんか意外に弱いポケモンでもさ、すごい使えたりするじゃん。ポッポってどうなの？なんか、例えばケムストだったらさ、糸を吐くがすごい強かったりとかさ、するじゃん。なんかケムストで攻略みたいな。まあ実際攻略するのむずいけど。そう。え、なんかポッポってどうなの？ニコニコ動画にポッポで攻略した動画があるんだ。ちょっと俺も真似しよう。今度あれでクリアするわ。パールルでクリアするわ。あの、清らかな森攻略スレで、一番難しいポケモンとされてるパールルで、じゃあちょっと今度、やめとこう。そういう、できもしね、攻略結びつけるのやめとくわ。さすがにクリアできない。パールルじゃ。パールルには悪いけど。ちょっとなんか、憧れるな。俺もそういうなんか神プレイ見せたいな。俺もちょっと神プレイ見せたいですね、うん、なんかフーディン言って強キャラだからな。まあすごいなんか用意周到にやってるけどね。いくら強キャラだからといってなんかそういうレベル1クリアみたいなことはちょっと狙えないけど、でもなんかテレポート15回あったら普通にレベル1クリアできそうな気もするけど、いやできないかなさすがに、うん、なんかレベル1クリアとかもできなく、あれ俺念力こいつに使ったっけ、記憶なくした。いや普通に攻撃しよう。ちょっとね、いやごめん、やっぱちゃんと見るわ、ログ見ます、メッセージ履歴。
こいつに念力打った？打ってなさそうな気がするんだよな。打ってないね多分。え、打ったかな。ちょっと記憶がなくなった。いや、いいや。あ、打ってたね。打ってました。もうちょっと記憶がないんだ俺は。はい、まあ、死んじゃうときは割とあっさり死ぬわけよ。ほっぽ。打ってたね。ありがとうございます。打ってたねって。すいません。打ってました。はい。行くか。まあ、ちょっと。まあ死ぬときは死ぬからさ、準備するに越したことはないっていうね。まあ本当にいくら強ポケを使ってたとしてもちょっとやっぱ準備しなきゃいけないと。ちょ皆さん多分ねプーディンクリアできると思うんですけど、もし何かね次の次何かリクエスト、このポケモンでクリアしてほしいみたいなねありましたら言ってください。無理だったら無理って言うけどね。いやなんかさすがに無理なポケモンもいるんだよ、うん、だけど運命の塔か清らかな森どちらかですね。どちらか、はい。できれば最近はちょっと清らかな森やってるんで清らかな森の方がいいかな。まあそんな感じです。まあなんか敵スルーするのが難しそうだよね。なんかテレポートあるとはいえそれが大変そうだわ。なんかレベル1クリアそういうなんか神プレイ見せてえなー俺も。神プレイ見せたい。壁抜けできるゴーストタイプとかでもなかなか多分きついだろうし、でそのフロアを歩けば歩くほどさ敵も増えてくるし、おレベル上がったね。いやーちょっと経験値多すぎるよこれ。ちょっと無理だよ。連結箱もないし連結箱もないしね。なんかフーディンだったらワンチャンレベル1クリアとかできそうな気する。てかさレベル1クリアも何もさ、こいつ全然レベル上がんねえんだからさ、もうほぼレベル1クリアみたいなもんじゃね。まあ倒してるから敵の数は減ってるけど、なんかぶっちゃけ能力てか元がちょっと強いからな、うん、なんか割かし悪くないのかもしれない。その点でも序盤のアイテム集め安定するしな。ムチュールでなんかレベル1クリアとかちょっとやってみたいね。ムチュールって何が強いのあいつ。俺がたあいつと戦った記憶だとなんかあれなんだけど、あの確かあれだよね、あいつ予知夢でなんか攻撃バンバンかわすんだよね確か。ムチュールって予知夢が強いみたいな。ちょっとこいつ倒すか。ポケダのテレポート最強じゃね。だってワープの種こんだけ持っ、ワープの種15個持ってさ、 PP マックス使ったらさ、ま、ワープの種15個補給できるんだぜ。最強じゃん。絶対負けねえよこんな技だったら。まあ PP マックスをいかに拾えるかだけど。そうなんだね。ああそっか、技も強いのか。滅びの歌とか天使のキスとか。へえ。え、滅びの歌でさ敵倒したらさ経験値って入んの？あれ攻撃技じゃなさそうだけど。どうなんだろうね滅びの歌、うん、経験値は入るんでしょうか。ちょっと使ったことがないからわかんねえな。あ、そう、持ち物持ってっちゃダメだよ清らかな森、そういう場所ですね、うん、正解で、なんかレベル1に戻されて持ち物持ってけなくてみたいな。そうレベル1から頑張ってくださいねみたいな。まあなんかよくある風雷の試練とかトルネコ、まあどっちかというとトルネコかな。なんかトルネコみたいな感じ、トルネコの大冒険みたいな感じですね。なのでそう、まあなんか本格ハローグライクって感じだよね。でも早起きてくれ。風吹くまでやるよ。地響きだけどちょっとわかんないけど。メロメロそんな強いんだポケモンダンジョンって。へえ。使ったことないなあんまり。なんか相手がメスだったらオスメスがあんのか知らないけど初代に、そのメロメロはあんまり考えたことなかったね。そう道具箱圧迫しないでさワープの種15回使えるって強すぎるよね。そうそれはやばいと思うわ。ウソッキー、あ、ちょっと倒せる敵全部倒すわ、うん、
ごめんなさい、どうしてもこのレベル上げ中は雑談になってしまいます。絵的に何も変わり映えがしないのでまあなんかこういうレベル上げ見るの好きって人もいるんだろうけどね。あ、ちょっとじゃあそろそろ移動しましょうか。まあ割と満足するレベルには枯れたんではないでしょうか。うわぁ、ちょっとここでワープ踏まされるの怖えな。どうよ、ちょっと経験値見てみましょうか。残り2464で7レベルまで、上がりました。それでは進んでいきましょうかちょっとこっから先もう覚えてないなぁ。あと何いるの、何回、21回から危険なのが出てくるんだ。縛られのベタついてるやついらない。まあ一応こいつら倒すか。まあ20回からは特に、まあまだ強いのはそんな出てこない感じかな。ここら辺からそのニョロモとかポアルンとかが多分出てきて、ニョロモは遠距離から泡使ってなんかいきなり眠らせてくるみたいな。23回からか。まあちょっと先はまだ先ですけど、まあちょっとレベル上げれるだけ上げるわ。ここら辺も一応ストライクはまだ出るから、そう、ここもこの階層もストライクが出るんで、ちょっとまあレベル上げでも、ああすいませんこのねー、ニセトロの接続があんま良くないんだよね。はい、えもうちょっとうぜ、ちょっとこういう時に接続悪くなるのやめろマジで。はい、戻ってきましたやめてね、ちょっとドキドキするから。あ、コメント読もう、コメント読みます初代は性別の概念ないからメロメロ聞き放題なんだ、初見です、いつも見させてもらってます。お、ようこそいらっしゃいました、ゆっくりしていてくださいどうでしょうか、生のセロガンに会うのは初めてですが、あの僕の芸名一応ジョイジョイマックスじゃなくてセロガンっていう名前でやってるんですよ。よろしくお願いしますぜひ名前だけでも覚えて帰ってください、よろしくお願いしますあんまり生の俺に会う人は少ないかもな、 YouTube で見てくださってる方々には。あのね、生放送はね基本ニコニコ動画っていう場所で普段やってて、そう、なんかあんまりこういうなんか皆さんと直接会話するみたいな機会を、てか初めてなんだよね正直、今回が初めての生放送が清らかな森っていうすげえハードル高えすげえハードル高えんだけど、皆さんにね初めて生でお会いするのが清らかな森となっておりますまあちょっと頑張ってやっていきますのでよろしくお願いします。ちょっとね今ポケモンさんの実況や、あ、ちょっと雑談していいコメント全然読めん、なんだっけ、時や闇やら性格がつくようになってメロメロは初代だけ有能なんだ。へえ。ちょっと次からちゃんと使っていくか。ベタ食っちまおうかな、眠るあるし。よし、新鮮な方々が来ましたね、ようこそいらっしゃいました、ゆっくりしていて新鮮組だな清らか見てたけど生放送初めて、ようこそいらっしゃいました、そういう方が大歓迎なんですねそういう方大歓迎です、ぜひゆっくり、いや別に見てた、あのニコニコを見てるおーって人別に大歓迎じゃないわけじゃないです安心してください、そういうわけではないですが、てかワープの種いらなくね、これテレポート死ぬほど使えるんだし、もう普通に食っちまうぜ。まああるに越したことはないけど、大きなリンゴか、ちょ、なんかリンゴめっちゃ拾えるな、これお腹、あー難しい、通貨いらんか、通貨ちょっと微妙、おお寝てしまった。へえ、時闇では奇数フロアがオスで偶数フロアがメスなんて、そういう仕様があるんだ、面白いね。なんか俺全然そんなことに気づかずに空の探検隊やってたけどちょ、これ寝るのうぜえな寝るのうぜえ、早起きてくれ、早起きてくれ。なんかここら辺もあんまりなんか敵が変わり映えしないから微妙かな。ちょっとまた雑談みたいな感じで、あ、ちょっとさっきの雑談の続きしていいですか。あ、そりゃダンバルとナチ見ないね今回ね。一応なんかケイシーを仲間にしに行くときにダンバル野生で出てきたんだけどそれ関係ないですね確かに見ない、ナッシーあいつやばかったような気がするんだけど、なんか経験値美味しいからっつって調子乗って近づいたらなんか催眠術から玉投げでぶっ殺されるみたいなそんな感じだったよね、ナッシー、ナスイ、これビッ、あーでもバッコリ玉も悪くないんだよね。
微妙なのは不幸の種なんだよね。ちょっと不幸の種さ、俺に使われたら困るから投げとくよ、これ封印しとこ。なんか来てる、バッコリ玉。いや、角ドリルやばかったよ、マジで。てか本当にね、あの皆さん、清らかな森序盤本当にやべえから、あのトゲピは、いやでもこれ落ち着けばいけると思う、全然。あーでも眠ら、うわ、能力値下げられるのうぜえな。ちょっと一回、まあテレポートあるし最悪どうにかなるんだけど、ちょっと敵が多いね。ちょっとなるべく通路に入って一匹ずつ対処してるか。そう、全然清らかじゃないよね、このダンジョン。そう、このダンジョン清らかじゃない剣について、ちょっと多分秘宝、清らかな森、清らかじゃない剣についてっていうスレが立つから、多分スレが立ちますよ、にちゃんに、秘宝、清らかな森、清らかじゃない剣について。なんか出てくるモンスターとか全然やべえしな、運命の塔とかも。ちょっとモンハウきついね、なかなか。何の話してたんだっけ。まあモンハ、ああちょ、これ多分後ろから回り、ちょっと、ね、眠気が来てんのはちょっとやばいね。まあまあ死にやせんか、このワンシンがセロガンを死に招き入れることになるのであった。ちょっと待って、鳴き声と尻尾を振る使われたの痛いぞ。早く起きてくんねえかな。まっすぐ魔自体は経験値は美味しいんだけど、てか技使って倒してもいいはず。経験値は美味しいんです。あ、まあ技使うほどじゃなかったかな。オッケー、丸くなる使ってくれたから、もう後ろに敵がいるからこいつは逃げられないから、俺からは。あ、そう、何の話しようと思って、せっかく YouTube でやってるんだからさ、何の話しようかって思ってたら、あのあれやりたかったの、あのポケモンサンムーンさ、そう、今実況プレイ投稿してるじゃないですか。あれ終わったら、まあなんか別のゲームやるんですけど、なんかリクエストとかあったら動画のコメント欄に書いてほしいなって思って、なんかそのお願いをしたかった。あのまあちょっと中間ですけど、まだね、まだ全然放送今日続きますけど、ぜひあの何かあの ありましたら、ちょっとなんか やりたい、このゲーム、てかあのごめん、あのね、本当にやりたいゲームリクエストしてくれとか言って本当に申し訳ないんだけど、ポケットモンスターハートゴールド途中で投げてます、完全に。すみません、許してくれ。ちょ、あのゲームね、ちょっとポケモンサンムーンの編集が忙しすぎて、ちょっと続きが上げれてないんですけど、ですよね、本当に申し訳ございません。ちょまあちょっとあのゲームまだ投稿してないですけど、何か見たいゲームがありましたら、ちょっとぜひリクエストしてください、よろしくお願いします。そういうことよ、つまりそういうこっちゃ。秘宝ポケットモンスターハートゴールド引退みたいな。あのゲームをね、途中からやる、てか生放送かなんかでやっちゃ がっつりやっちゃって、それをなんかサンムーンみたいな感じで動画にするかもしれない。まあちょっとそこに関してはまだ未定だけど、怠けろ、長えなお前。マジで2ダメージしか食らわなかった、攻撃必要攻撃数が多すぎる。早くしてくれ、もう実況するにしてもさ、ちょっとやっぱりこっちにもさ収録時間ってものがあるから。あ、俺ポケモンレンジャーちょうど持ってる、え、面白いのやろう。いいね、え、初代ポケモンレンジャーいいね。俺ポケモンレンジャーさ、あの中古ゲーム屋で50円で売ってたんだよね、1本。あのね、ポケモンレンジャーね、説明書も箱も何もつかないでソフト 1個50円で売ってたんだよ。買ってきました、ポケモンレンジャー3作品、なんか光の奇跡だかなんとかのなんとかみたいな、そう、全部買いました、1個50円だったから。持ってますよ。いいね、ポケモンレンジャーやろっか、じゃあ。面白い、ちょっとやりたい実況、やりたいゲーム一覧に入れとくわ、ポケモンレンジャー。なかなかいい提案じゃないか、採用だ。あ、鬼畜ゲーなんだ。なんか昔友達がやってるの見てさ、なんかマナフィー手に入ったじゃん、確か。ポケモンレンジャー見てなんか映画行くと。だからマナフィーは、マナフィーくれよってめっちゃ友達に土下座した記憶があるわ。
頼む、俺にマナフィーを分けてくれーっつってごめんなさい、声大きいですねそう、オイラにマナフィーを分けてくれーっつって、なんか全力で土下座してお願いしたけど、あ、これこのポケモンはマナフィーに進化するよっつって、なんか量産型の、え、永遠に進化しないフィオネくれたわ俺なんか昔すごい純粋だったから100レベルまで育てたけど、え、こいつ進化しないんだけどみたいな、そんな感じですげえ友達と喧嘩になったことがあるわ、なんだこいつ進化しないんですけどみたいな騙さ、きたー、はい神、はい神、まさかここで拾ってしまうとはな、あーもうこの清らかな森クリアしたも同然だわ、てかもうクリアしてるわ、ありがとうございましたご視聴拾ってしまうんだもん、そうやって八つ当たりをさ、これスプーン曲げだな、はい、これは熱い、あーなんか能力下げられた、じゃあやっぱモンハウだから一応罠だけは、え、この清らかな森って罠チェック意味ないよね確か、あ、どうなんだろう、運命の塔はなかったけど、これさ左下まだ右下まだ行ってねえの、いや神アイテム来ちまったぜ、まあ、ちょっとどこで使うかちょっとまだかん、だから基本砂繰りで勝てちゃうからな、なんかあんまり、まあなんか硬そうなやつとかね、さっきのトランセルみたいなやつ出てきたらちょっとまあご利用しように使うかもしれないし、経験値おいしいやつが出てきたらそれはそれで使っていければいいかなという感じですかね、そんなに難しい、あ、俺多分ポケモンレンジャー全部持ってるはず、全部かわかんない、3作品持ってるから、初代となんか光のなんとかってやつと、多分バトナージわかんないけど、そうでもポケモンレンジャートークに戻るということだよね、そうポケモンレンジャーね、そんな難しいんだ、エンディングいけないみたいなまあなんか囲む力みたいな、ウェブカメラつけながらさ、俺が全力でなんか DS に向かってさ、ガチャ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 ってやってる映像を垂れ流すってどうそういう実況プレイも一つありだと思うんだけど、なんかでもちょっとそれ YouTuber っぽいからダメかななんか、あー掴まれデオキシスみたいな頼む俺の仲間になってくれっつってちょっとフィオネの下りと似てるからちょっとネタ被るんでやめときますね、そうそう、なんかそれもありだなって、なんかそういうなんか Wii とかのさ体動かすゲームをなんかウェブカメつけながらやるみたいな、そういうのも一つありだなってちょっと考えてるんだよね、これ敵嫌だな、まあそんな感じでやっていきましょうか、うんうん、ちょっとポケモンレンジャーはちょっといいですね、ちょっと僕のやりたいものリストに加えておきますよ、ありがとうございました助言もう完全になんか敵倒すスピードが遅すぎてさちょっと雑談枠になっちゃってんな、完全に雑談にな、まあちょっとでも動画で多分ここ早送りはしないと思うんだよねおそらくあくび嫌だね、おい、ちょっとさ一段落ついたら、うん、なんか階層の雰囲気が変わったらさ、ちょっと一回トイレ行きたいんだよねおしっこしに行きたいんだよね、もう残念ながらちょっとさすがにもう2時間ぐらいずっとちょっとポケモンやってるんでちょっと休憩したい、いやまあ休憩ってわけじゃないんだけど、おトイレだけねまああと8分でちょっとその放送時間も2時間になるんで、ちょっとトイレだ、あーこれめんどくせえことになってきたなその生ケロから行くか、まあ、死にはしないけどめんどくせえな、ほい、もうあくびが本当にめんどくさいからな、よっしゃっと倒した、てか経験値42のためにこんな時間かける必要ある？まあでもちりも積もればだしな、あんまり甘く見ちゃいけないか、うん、ちりつもだしなこういうのって、よし、ふぅ、ナマケロがいるもう戦いたくないなダリーさすがに、あーいやでもこういうのってチリツモだしなこういうのってもうだが俺のもったいない精神がナマケロを彼と言っている、すまん、ちょっと放送的にはぐだってしまうが、
かからざるを得ない。もうなんか体が反応しちまう。ちょっとなんか15回から20回くらいまでを8倍速くらいでお送りした方がいいかもね、これ動画にするとき。なんかまともに動画にしてたらこのレベ上げ回だけで4パートくらい多分使うぞ。じゃあ行くか、進んでいきましょう、うん、早速もうこいつらと戦ってもキリがねえわ。八つ当たりも手に入れたから若干格上狩りできるし、穴抜けなんかいらない。また怠けろだ。もう怠けろいるなら狩るけど。てかさ、 YouTube って最大何時間ぐらい放送できんの？俺ニコ生しかやったことないからさ、わかんないんだけどさ、 YouTube ってどのくらい放送できんの？これあのクリアするまでやろうと思ってんだけど、今日は今日クリアするまでやるつもりなんだけどさ、6時間ぐらいできんの？ YouTube ライブってどうなんだろうね。なんか YouTube ライブ自体あんまやったことねえからな、ちょっとよくわかんないんですけど、できる限りやります、放送が続ってか清らかな森がクリアできるか、俺がゲームオーバーになるかまでやりますので安心してください。夜は長いですよ。いいね。さすがにね、クリアするまで寝れませんだったら最悪明日の夕方とかまでクリアできない可能性もあるから、ちょっとそれはきつい。ゲームオーバーになるまで、クリアでも、クリアかゲームオーバーになるまでで許してくれ、さすがに。ちょっとね、クリアするまで寝れまてんだとね、ちょっと、俺の精神がおかしくなっちまう。精神を崩壊しまうから、まあまあ、ちょっと俺ちょっと明日朝早くて、そんな夜遅くまで放送見れねえよって人は、ちょっと、まあ後日動画で投稿するんでね、ぜひ。そちらの方でですね、見ていただければいいかなと。まあまあ、大丈夫です。ちゃんと動画と収録してるから、今。年末年始にフーディンで清盛行ったけど、7時間かかりましたよ。かかりそう。いや、なんかフーディン下手にさ、この耐久力だけ高いからさ、こうやって時間かけちゃうよね。そう。なんか実際こんな時間かけなくてもいいんだろうけど、時間かけちゃう。だってかけても大丈夫なんだもん。なんか他のポケモンだとこんなに座ってたらさ、だいたいすげえやられちゃいそうになって次行かなきゃいけないみたいな感じになるけど、フーディンなんか強いからこその安心感っていうか、強いからこそしっかり準備できるからさ、そう、なんか時間かけちゃうな。7時間かかるってやばくねえか。いやマジ明日になるぜ。明日になっちまうぜ。今2時間だからあと5時間かかるとしたら、3時半には終わるわ。まあ土曜の夜なんで夜更かししましょう皆さん。土曜の夜なんよ、土曜の夜だしさ、いいじゃん、明日日曜だし。わかんない、俺は休みじゃないよって人もいるかもしれない。そういう人は本当にすまない、すみませんが。これなー、なんか耐久力があるからさ、砂繰りで倒せちゃうからね、つい砂繰りしちゃくなっちゃうんだよな、これ。そう、なんか技節約したいみたいな、そんな。さ、これ右上にあるやつ見通しメガネじゃね、もしかして。これ見通しメガネだと思うんだけど、ノーコンスコープでした。あわあ、なんでもないです。ちょっとね、あ、ちょっとごめん、トイレ行きます。ごめん、ちょっとマップの雰囲気が変わったんで、ここで一旦トイレ休憩を取らせていただいてですね。それではちょっと一回皆さんも水でもちょっと飲みにね、行っていただければいいかなと思います。俺が倒れるのが先か、フーディンが倒れるのが先か。全力の勝負だからな、よろしくお願いします。じゃあそれでは、じゃあちょっと5分間ぐらいちょっとトイレ行きますね。